青山つよし12月10日台は、日本の政治家、工学者、室蘭市長、元室蘭市議会議員、北海道札幌市定年区出身、札幌市立稲積中学校、札幌光星高等学校、室蘭工業大学工学部卒業、室蘭工業大学大学院工学研究科修士、家庭修了、2 0 0年、室蘭工業大学工学部助手、 日本工学院北海道専門学校非常勤講師2003年室蘭工業大学を退職同年4月27日執行の室蘭市議会議員選挙に無所属で出馬し初当選2007年室蘭市議会議員当選に決め2010年3月室蘭工業大学にて博士取得2011年3月市議を辞職し 同年4月24日執行の室蘭市長選挙に無所属で出馬。前室蘭市経済部長の佐藤博士を429票差で破り初当選。同年5月1日市長に就任。2015年4月同市長に再選。2019年4月の市長選では、職員労働組合執行部が青山を推薦しない方針としたものの23,052票を 獲得し、対立候補を破って参戦した。などがある。ありがとうございます。